ほら、雪降ってきた。こんにちは、加藤理香です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。3月上旬の玄関庭模様を撮ってみたいと思います。2月の中と終わりはやめた。寒かったからやめた。見せるものもなかったし。ようやく暖かくなってきましたね。お勤め品のルピナス。ああ、本当に忍びてきた。これを庭に植えたいと思います。不思議の釘のファンタジーコーナー。今朝ね、雑草むしったんぜ。ジキタリス。アンチューサ。デルフィニウム。リクニス、マジックがもう見えんね。セントランサス、合っとるかな。三尺バーベナ、カリフォ、ペンステモン、バーベナ、クナウティア、宿根テルスター、ゲウム、カリフォ。こっちは奥にジキタリスと冬場生き残ったのがカラミンサ、クフェア。ここはほじってルピナス植えちゃ。なんかさ、雑草いっぱい生えてきたよ。ほらほら、雑草だらけだよ。裏には完全放置でぐちゃぐちゃ。雑草いっぱい生えてきたね。ほら、あちこちに雑草が。春菊が育っとる。これなんだったっけ、この葉っぱ、食べれる葉っぱ。玄関周り、チューリップの芽が出てきたよ。ルピナス、お買い得品のルピナスを立ててみた。いい匂いするんよね。ここは何のコーナーだったっけ。もう見えんがよね、字が。シンデレラのホワイトガーデンだったかな。うん、ラムスイヤー、シャスターデイジー、うん、あれ、これなんだろう、字が見えない。リクニス、ペンステモン、オルレア、よいしょ、デルフィニウム、よいしょ、アンミ。これがでかくなっとるよね。こっち側はジキタリス。さあ、この辺草むしりしたいんでね。こっち側はね、今から色綺麗だよね、ルピナス。ピンク色が可愛いよ。
ハボタンがね、ほら身長伸びてきとるぜ。ほら、クレも見え出てきた。チューリップが結構出てきております。早いよね。こっちにハボタン詰めてみた。